ピアノ競争曲第3番補短調、バラードオーパス60はニコライ・メトネルが1943年に完成させたピアノ競争曲である。この年彼は63歳になっておりこの曲が最後の主要作品となった。ピアノ競争曲第3番は早くからメトネルのスペシャリストであったピアニストのベンのモイセービチの移植によって作曲された。メトネルは 個人的に、この曲の第一楽章が、ミハイル・レール・モントフのバラード、ルサルカ・ルサルカに触発されたものだと語っていた。そのバラードは、水の精が眠る騎士を誘惑して目覚めさせようとするも、失敗に終わるという内容のものである。彼は、レール・モントフの詩文を拡大の上、残りの楽章にも適用している。騎士は目覚めて、歌を歌うがそれは成果へと転化する。これは、 彼が誘惑に打ち勝ったこと、そして食材が完結して永遠の生命を手にしたことを象徴している。1940年9月、メトネルと妻のアンナはロンドンに住んでいたが、ロンドン大空襲が本格化し始めた頃であった。彼の作品に献身的に取り組んでいたイギリス人ピアニストのエドナ・アイレスが、両親の実家のあるバーミンガム郊外のモーゼリーに移っており、 メトネル夫妻もそこへ身を寄せることにした。その家が爆撃を受けてからは、夫妻とアイレス一家は、ウスターシャーの村である、ウィザールへと移った。その後彼らは、ボリックシャーのストラトフォードアポンエーボンにほど近い歌、ウォーアンの人里離れた家へと引っ越す。こうして、地方を巡る中で、競争局第3番は完成されたのである。ある日、メトネルは、 アイデスに第一楽章の奏功を渡して、これまで完成する前に、作品の一部を人に見せたことはないのだと言った。二人は二台のピアノで曲の練習をし、彼は完成後には奏付を彼女に送った。メトネル夫妻は1943年4月に、ロンドンへと戻った。メトネルは、第三競争曲を、マイソール王国の半王国のマハラジャであるジャヤ、チャーマラージャウォディアールに検定した。 このインドの王はメトネルを支援してメトネル協会を立ち上げメトネルが主要作品をピアノの自作自演で録音を残すのに貢献した人物である。賢治には我が作品の評価と増進への深き感謝と共にと書かれている。初演は1944年2月19日にエイドリアン・ボールトの式作曲者自身のピアノによりロイヤル・アルバート・ホールで行われた。 彼は録音活動に関しては1951年の死の2年前に健康状態が悪化するまで継続したが、公開の演奏会は1944年を境にやめており、したがってこれが彼の最後の演奏会の一つとなった。メトネルの死後、妻のアンナの要望によりこの曲が、アナトール・フィストラーリの指揮、ニュージーランド生まれのピアニストのコリン・ホースリーをソリストに迎えて、 追悼演奏会で演奏された。メトネル・プジンは、メトネルの死亡時にまだ22歳であった、ウクライナのピアニストのドミトリー・パペルノに、第3競争曲のロシア初演を依頼したが、彼はこれを断っている。ピアノ独奏、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニ4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ1、ティンパに、言語部約36分この曲は、 バラードと副題が付けられており、全曲が続けて演奏される。全体は3つの楽章に分けることができるが、第2楽章のインテルルギウムは2分未満しかなく、非常に短くなっている。メトネルは、還元楽への作曲を難解で退屈なものだと感じており、これを好んでいなかった。そのため彼の60を超える出版作品の中で、オーケストラパートを含むものは3つの、 ピアノ競争曲のみとなっている。注釈役中、1905年生まれ、メトネルは彼女を表して、私の音楽の要塞を最も勇敢、有能に包囲している人物としていた。役中、バーミンガム中心部から南に3キロメートルの住宅、商業地区。役中、ブロムズグローブ地区の村。バーミンガムから南に10キロ弱。役中、 バーミンガムから32キロの地点にある小さな村。役中、サンスクリット語で上級王のい、ラージャの中でも強大な権力を持つ者を指した。役中、1919年生まれ、マハラジャとしての在位期間は1940年から1950年であった。役中、1920年生まれ、主にイギリスで活躍した。 作曲家のレノックス・バークリーの創作活動に重要な役割を果たした。役中、1929年生まれ、1955年のショパン国際ピアノコンクールで6位入賞を果たしている。出展 AB プレストクラシカル、ハット ABC トロントシンフォニーオーケストラ、ハットブリティッシュ、ロシアンソサイティ、ハットハイペリオンレコーズ、ハット ABC ハイペリオンレコーズ、 ハットローレンス・バットマン、ハットミュージック・ウェーブ・インターナショナル、ハットデビット・ CF、ライト、エーロスト・ジェネレーション・オブ・ピアニスツ。ありがとうございます。